次の写真は投稿者が近所の猫を携帯電話で撮影した一枚である。一見普通の写真だが、よくご覧いただきたい。画面左下隙間からじっとこちらを睨みつける目がある。これは生き霊だという。おそらくこの画面中央にいる猫は以前は飼い猫だったのだろう。だが何らかの理由で捨てなくてはいけなくなった飼い主が、こうして今もなおこの猫に執着を抱き、猫を守っているのだという。投稿者が友人の家に遊びに行った際に撮られた写真である。投稿者であるこの女性の頭の上をおびただしい数の霊が浮遊している。これは移動する浮遊霊の集合体である。一見恐ろしい霊のようではあるが、この場合この廊下が霊の通り道となっているために起きた偶然であり、投稿者との関係は必然的なものではないと考えてよい。直接人間に危害を加えることはほとんどない例ではあるが、彼らを下手に刺激するようなことがあると危険な目に遭いかねないため、注意しておくに越したことはないだろう。大正時代に撮られた集合写真である。前列体育座りをしている生徒たちの中にはっきりとそれが写っているのをご確認いただけるだろうか。それはまるで生首のように生徒の足の間に現れている。顔も苦痛で歪んでいるようである。聖帽をかぶっていることから、医療がまだ従前に発達していなかった当時に志半ばにして亡くなった生徒の霊だと思われる。その霊がこうして旅行についてきているのである。この写真は短大時代の仲良し3人組が10年ぶりに再会した時の写真である。向かって右側の女性の頭の少し上をよくご覧いただきたい。隣の部屋からこちらをじっと見つめる男性にお気づきだろうか。これは当時真ん中に座っている女性に未練を持ったまま自殺した男性の浮遊霊であるという。3人の女性が夜の公園でポーズをとっている写真である。右端の女性の左手の手首から先が消えてしまっていることにお気づきだろうか。このような写真は大抵の場合守護霊からのメッセージであることが多く、今後この女性が左手に大きな怪我を負う前兆であると思われるのでお気をつけいただきたい。この女性の右肩に猫の顔がぼんやりと浮かび上がっているのが見えるだろうか。これはもともと女性が飼っていた猫の動物霊である。死んでしまったペットに未練を残しすぎると新しく飼ったペットが早死にすることがある。死んだペットの嫉妬心が怨念となって新しいペットに影響をもたらすことがあるのでお気をつけいただきたい。これはかなり古い写真であるが、左端の女の子が二重写しのように分裂して写っている。これはこの女の子が幽体離脱した瞬間を捉えた決定的瞬間である。このように幽体離脱した霊魂が写真に写ることが稀にあるが、全く別の場所にいた人物が写ってしまった場合、それは生き霊とされる。アパートの2階にいる女性の足元をよく見ていただきたい。足が写っていないことにお気づきだろうか。
この女性は数年前にこのアパートで自殺した OL で、このアパートではたびたびこの OL の霊が目撃されているという。この OL が住んでいた部屋は未だに空き部屋になっていて、深夜女性のすすり泣く声が聞こえることもあるという。この海岸では今から数十年前に高波にさらわれて死亡した学生たちの霊が出ることで有名である。このような場所で遊び半分に写真を撮ったりすることは慎んでいただきたい。右端の女の子の足元にはっきりと写っている手は、この海で亡くなった学生の自爆霊で、寂しさのあまり近づく人たちを海に引きずり込もうとしているのだ。大きな湖をバックに撮られた記念写真。登山服を着た男性たちが肩を組んでいる。左から数えて2番目に立つ男性の首筋にご注目いただきたい。ここに不気味な霊の手が現れている。これは湖の付近で亡くなった方の霊であろう。男性の首を締め付けようとしているようにも見え、現世に強い執着を持っていたと思われる。自殺であるのか他殺であるのか、それは判然としないものの、いまだに遺体が見つかっていない可能性もある。小さなお店の前で撮影されたスナップ写真。投稿者たちがとある観光地を訪れた時のものであるという。ここには幼くして亡くなった子供たちの霊が2体写っている。画面右側、店に置かれたガラスケースをよくご覧いただきたい。これは自爆霊である。投稿者の話では、この観光地の付近で過去に幼児の死体遺棄事件が連続して起きたことがあったという。無念の死を遂げた幼い霊たちがこうしてさまよっているのであろうか。この写真はある幼稚園で撮影されたものである。実はこの子供、これが最後の写真となってしまったのだという。画面右上に女の顔が浮かび上がっているのがお分かりになるであろうか。この霊は強い殺意を持っており、その力が影響し、子供は事故で帰らぬ人となってしまったという。これはとある心霊スポットで撮影された写真である。ガードレール沿いに浮かび上がる男の頭部がお分かりになるだろうか。これはこの場所でバイク事故を起こした浮遊霊であり、この場所を通る車を死に誘っているのだという。この写真は持っているだけで事故に遭う可能性があるため、すぐにでもお祓いが必要だという。これは旅行先で撮影されたものである。滝の前に並ぶ家族3人の姿を映し出したものであるが、画面右、赤い柵にご注目いただきたい。白い女のような顔が浮かび上がっているのがお分かりになるであろうか。これはこの滝に身を投げた若い女性の自爆霊であり、この場所では自殺者が後を絶たないという。これはとある観光地で撮影された写真である。画面全体を覆う霧のようなものがお分かりになるだろう。これは自然霊であり、大きな災害を予知しているのだという。これはある学校の給食時間を撮影したものである。一見何気ない学校生活のスナップ写真のようであるが、後方の黒板に注目していただきたい。はっきりと浮かび上がる子供の顔がお分かりになるだろうか。これは近くを通った子供の浮遊霊であるが、この教室に住み着く危険性もあるので、子供たちは
水の事故などに注意した方がいいという。これは旅先で海女の姿を撮影したものである。特に変わった様子はなく、漁を続ける海女の姿なのだが、よく注意してご覧いただきたい。海の中から引きずり込もうとする手がはっきりと映し出されているのがお分かりになるであろうか。これはこの海で溺死した老婆の浮遊霊であり、助けを求めこの海を徘徊し続けているのだという。これはプールに遊びに行った時に何気なく撮ったという写真である。この写真の中央付近、後ろの女性の顔が奇妙に歪んでしまっている。これはこのプールの後ろにある海で溺死した霊がこのプールへやってきて、この女性に憑依したためにこのようになってしまったのだという。昭和初期にある別荘地で撮影されたというこの写真。この写真に写る女性のスカートの影に手のようなものが写っているのがお分かりだろうか。これは戦国時代切り落とされた武士の手であり、ちゃんと供養をされていないためにこのように写真に現れてしまったのである。海に遊びに行った際に友人同士で記念に撮ったという一枚。中央で5人並んでいる女性の一番左側の女性の腰には人間の指のようなものが写されている。これは以前にこの女性と交際していた男性の霊で、今でも自分の死に気づかずにこの女性につきまとっているのである。この女性は一度お祓いをしてもらう必要がある。とある高校の修学旅行でスキー教室を行った際に撮影されたこの写真。中央の男性の前を白い不気味な影が横切っている。これはこの土地に昔からいる自爆霊がまさにこの男性に憑依している瞬間を捉えた写真なのである。この写真を撮ってから数日後、この男性はこの雪山で遭難してしまい、現在も行方不明なのである。とある公園の滝をバックに撮影されているこの写真。この写真の右端の水面からは足のようなものが姿を現している。これはこの公園で昔事故により命を落としてしまった子供の霊であり、自分の死が理解できずに成仏せず、このように写真に現れてしまったのである。これはとある高校で卒業間際に記念に撮られた写真である。この写真では真ん中のあたりの少年に明らかにこの世のものではない手が映し出されている。強烈な怨念を放っているこの手からは少年を霊界へと連れ込もうという強い意志が感じられる。この写真の少年は写真をすぐにお祓いしてもらう必要がある。若いカップルが沖縄に旅行に行った際に撮ったというこの写真。よく見ると煙になっている部分の下の方に顔のようなものがあるのがお分かりいただけるだろうか。これは戦時中病に倒れ戦地へ向かうことができなかった兵隊の霊であり、強い無念の気持ちが感じられる。このような写真は霊能者に見せ適切な処置をしてもらう必要がある。とある家でホームパーティーを開いた際に撮ったこの写真。この写真の右側の窓の外からは幼い子供の霊が映し出されているのだが、実はこれはこの霊の視線の先にある一番右の男性の水子の霊であり、この男性も霊の影響を受け右手が消えてしまっている。この男性は水子供養をする必要がある。